こんにちは。今回はですね、動作をゆっくりするっていうことをね、少し述べたことがあるんですけれども、それに付随して、簡単に僕たちが、できる、運動ということをね、お伝えしてみようと思います。で、これも意図してゆっくりと動かすっていうことなんですね。で、特に僕らは現代人っていうのは特にパソコンをしたりね、あるいはゲームをしたりテレビを見たりっていうことで、そういうことをしてるとこの首とか肩の筋肉が、緊張して硬くなってくるんですね。で、それによってここの血流が悪くなる、そして肩こりになったり、あるいは脳に血液が酸素がいかなくなったり不足したり、そういうことが起こってきます。ですから、できるだけこの首周りとか肩のあたりっていうのは柔軟に保っておく必要があるんですけれども、じゃあそのためにどういう動きをすればいいか、どういう運動をすればいいかっていうと、その一つのねやり方としては、ゆっくりと動かすっていうことなんですね。で、この肩がありますけれども、この肩を、ゆっくりと、動かすんですね。特にこの肩甲骨、この前というよりは肩甲骨を意識して、こういうふうにですね、まずこう肩の力をリラックスして、その上でこういうふうに動かす。で、こっちを動かしたら次、連動してこの左の方を動かすと、そしてまた、こういうふうに動かしてっていうことをするんですね。で、それをできるだけこう早くするんじゃなくって、ゆっくりとすることによって緊張がほぐれていく、そして呼吸が整っていく。この時に鼻で吸って鼻で吐いてっていう呼吸をゆっくりとしながら動かしていく。そうするとこの辺りの鎖骨の辺りのリンパとかがいっぱいありますので、リンパの流れも同時にね、リンパもほぐれてリンパの流れが良くなっていく。で、こういう運動、ゆっくりの運動っていうのを取り入れていくといいわけです。どうしてもパソコンしてると固まってくるんですね。それが1時間2時間になってくるともうガチガチになってきますので、できるだけ、休憩時間も入れて、ちょっとね凝ってきたなと思ったら、ゆっくりとこういう動作をする。あと、こういう動作もいいですよね。どっちかというとこう前に前に僕たちは、姿勢が行きがちなんですね。そして猫背になりやすくなったりしますので、できるだけ、こういう感じなんですけども、こういう動き、逆の動きですよね。こう前じゃなくてこっちの後ろの動きを、するとかね、ここら辺はオリジナルでいろいろやっていただくといいと思うんですけど、とにかくこういう風なゆっくりな、動きをする、肩甲骨を意識するっていうことですかね。そうすると、非常にこうちょっとやっただけでも肩周りがほぐれて、リンパの流れが良くなることによって、これも血流も良くなってきますし、なんとなく肩が、首周りがほかほかしてきたり、しますので、そういうねちょっとした運動、そしてゆっくりっていう動作を意識してやってみてください。以上です。ありがとうございます。